こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。前回は障害年金の問い合わせを年金事務所で行うときに気をつけるべき8つのポイントのうち4つについて説明しました。今回は残りの4つについて話をしていきます。ポイント5、対応してくれた職員の氏名、回答の内容を記録しておく。障害年金の手続きは数ヶ月かかるため、年金事務所への相談も複数回行うかもしれません。そんな時にこの間聞いた答えと違うといったことはよく起こります。このようなことが起こる原因としては、年金事務所職員の知識不足、あなたの説明が適切に伝わっていなかったということが挙げられます。どちらが原因にせよ、しっかりと相談の内容や対応してくれた職員の名前を記録しておくことで、年金事務所との行き違いや誤解を防ぐことができます。ポイント6、質問は具体的に行う。具体的な質問には具体的な答えが返ってきますが、抽象的な質問にはどうしても抽象的な答えが返ってきます。障害年金は複雑ゆえに、状況によって何が適切かが変わってきます。できるだけ具体的な質問をすることを心がけてください。ポイント7、回答に対しては復唱して確認する。障害年金の相談は普段使い慣れない言葉が飛び交います。言ったつもり、理解したつもりで双方で誤解しているということはよくあるのです。年金事務所の職員の回答に対して復唱して確認することで、お互いが同じ認識でいることを確認し合うことが大切です。ポイント8、法律の根拠を聞く。障害年金の制度や手続きには、うつ病者や家族が納得できないこともあります。また年金事務所職員の認識不足といったことも多くあります。納得いかない場合や自分が重要と考える場合には、法律上の根拠を確認しておくことをお勧めします。いかがでしたでしょうか。この8つのポイントを事前に押さえておくことで、うつ病で障害年金の相談をするとき、年金事務所に振り回される可能性を小さくすることができます。